対ヤクルト戦で5試合に登板をして2セーブ2敗という成績が残っています。第5戦では延長10回に池山に決勝ホームランを打たれました。第6戦では延長10回裏肩にサヨナラホームランを打たれました。やや問題の人というふうに言われるようになってきました、この古田。今日は渡辺久信からサードゴロとフォーク空振り三振とショートゴロ。昨シーズン塩崎対古田3回顔を合わせました。ショートフライと三振とショートゴロ、3打数ノーヒット。今古田は古田さんじっくり見てますね。見てるっていうかいいコースへ外の低めギリギリと決められてますんでね、何を待ってるかですね。もう2ストライクですからね、山を張るわけにはいかんから。今は高めで誘ってきましたか。そう、3つ全部速い球で来ましたね、はい、同じ高さから山本さんファッと進化を落とされると、まあこれはあと2球ぐらいの放っとくじゃないですか。あと来る、来るじゃないですかね。この辺りぐらいで来た。やっぱさすがですね、古田君パンと当てますからね、ああいう風に。これ当たんないですよね、なかなか。山本選手は当たんない。当たんないじゃん。さすがですよ、古田君。2球ぐらいとおっしゃいました。2ワンで続ける可能性もあるんですか。ないと思うんですけど。それはない。なんと三振でした。スライダー気味の構えだったんですかね。そうですね、スライダーですね。その前のファールはあれシンカーですか。ああ、そうですね。そうですね。相当落ちる球を頭に入れてるもんだから、はい、高めの方に、はい、そのまま行っちゃったですね、はい、直球直球直球と来て、そしてシンカーでファールを打たせて、最後はスライダー。今タイミング取れてませんよね、やっぱり絞りきれないですよ、はい、なんもやっぱ古田君の頭でも